新名神高速道路鈴鹿パーキングエリアではきのう全国の高速道路で初めて車中泊専用の駐車場がオープンしました新型コロナの感染拡大をきっかけに車中泊の需要が高まっているためで電源が使用でき全長8メートルまでの大型のキャンピングカーが止められる有料の駐車場を5台分整備しました 来月27日までの期間限定で専用のアプリから予約ができ NEXCO 中日本によりますと利用者が多ければ来年の春にも期間限定で実施する予定だということです。